皆さんこんにちは。あみあみかんくるクロシェットクリエイターのみかんくるです。今回は韓国のダイソーさんで購入した毛糸のご紹介をしていきます。まずはじめにご紹介するのはこちらのレインボー毛糸です。グラデーションになって少しずつ色が変わっていくタイプの毛糸で、一般的にケークヤンと呼ばれているものと同じだと思います。以前からケークヤンがすごく気になっていて、一度編んでみたいなと思っていたんですけれども、普通だいたい結構容量の大きいタイプのものが多くて1000円か2000円ぐらいするタイプのものなんですけれども、容量が多いので、でしかもグラデーションになっていますので、編んだ時にどういう風合いになるかなっていうのがわからないので、初めに大量に買ってしまうとちょっときちんと最後まで編めるかっていうのが心配だったので、なかなか手を出せずにいたんですけれども、今回ダイソーに行ったらこういう小さいサイズ 30g の小ぶりのタイプのケークヤンがあったので、しかも結構綺麗な色だったので、一度編んでみようと思って、まずは初めて見つけた時とりあえず一玉だけを買って編んでみたのがこちらの三角ショールです。ちょうどこれで一玉使ったものなんですけれども、編んでみた感じ本当にこれ全部の一本の糸で編んでるんですけれども、自然に色が変わっていくのでいい感じのグラデーションになっていて、なかなかこのまま編み続けても良さそうだなと思ったので、今回は追加で5玉買ってきました。とりあえず5玉なので、今編みかけのものと合わせて全部で6玉になるんですけれども、これでどれぐらいの大きさまで編めるかまだ分かりませんが、とりあえずこの6玉で三角ショールを編んでいこうと思っています。そしてこちらも先ほどと同じレインボー毛糸のピンクカラーも、こちらも6玉購入してきました。こちらのレインボー毛糸は素材がアクリル 100% なんですけれども、触った感じそんなにガシガシした感じもなく、比較的柔らかい触り心地になっています。先ほどお見せしたこちらのパープルとピンク、その他にお店にはレッド、ブルー、ベージュ、あとグリーン系があったかどうかちょっと記憶が定かではないんですけれども、いくつか種類がありましたので、とりあえずこちらの毛糸で編んでみて、もし良さそうだったら他のカラーにも挑戦できたらいいなと思っています。次にこちらの少し太めの毛糸も買ってきました。20m、重さが 40g で、素材がアクリル 80%、ポリエステルが 20% の毛糸になっています。少し太めの毛糸で 12mm の針を使うように書いてあります。こちらの毛糸は今回はかぎ針ではなくてニッティングルームといって、リリアンみたいにこう子供でも簡単に編んでいけるものがあるんですけれども、そちらを使って帽子を編んでみたいなと思っています。でこちらは一応購入するときに何玉買おうかと思ってみたら、帽子の場合には3つ必要だというふうに記載してあるので3つ買おうと思ったんですけれども、最初2つ買うか3つ買うか悩んでいて、後ろを見たら3つだったので3つ目を買おうとしたんですけれども、娘と一緒に買いに行ったんですけど、2玉で足りるんじゃないかって娘が言って、でも3つって書いてあるから3つ買った方がいいんじゃないって言ったんですけれども、
もったいないからいつでも買いに来れるんだし、とりあえず2玉で作ってみて、足りなかったらもう1玉買いに来ればいいんじゃないのって言われて、とりあえず止められたので、今回はとりあえず2玉だけ買ってきました。もう見てもお分かりかと思いますが、本当に柔らかい、もう触るだけで気持ちのいい素材なので、帽子やマフラーを編むのにはとても適した毛糸だと思います。最後にこちらのレースヤーンです。こちらはよく日本のダイソーさんでも見かけるタイプのレース糸なんですけれども、今回種類があんまり置いていなくて、このカラーだけ一つだけあって、しかも3玉ぐらいしかもう置いてな在庫がなかったんですけれども、これは初めて見る色だったので、ミックスレース糸、レース糸ミックスパステルっていう風に書いてあるんですけれども、初めて見るタイプのカラーでしたので、とりあえず1玉買ってみました。お店で買うときに気がつかなかったんですけれども、家に帰ってきてみたら、あれなんだかいつもより随分細いなと思って、見たらこちらが40番で細いタイプの毛糸なんですね。で、家に帰ってきてみたら、確か家にあるのは20番だったんじゃないかなと思って比べてみたら、やっぱり20番で太いタイプの糸でした。なのでこちらの細いタイプのものはダイソーさんのレース糸初めて買うんですけれども、で私あんまりレースも編んだことがないので、今家にあるのがレース用の針がこの 1.75mm の05しかないんですけれども、これを編むのにもう少し細いタイプのレース糸も近々購入しようかなと思っています。でこちらは他の先ほどご紹介した3つの毛糸は全部値段が1000ウォンというのが大体日本での100円と同じ価値になるんですけれども、全部100円だったんですけれども、これだけが2000ウォンなので200円でした。日本では確かこれも100円だったんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと高めに売ってました。と、以上が今回韓国のダイソーさんで購入した毛糸なんですけれども、いつもあんまり韓国のダイソーには毛糸の種類がそんなに置いていなくて、だいたい必ずあるのはあのキラキラのアクリル毛糸、韓国では結構エコタワシをキラキラの毛糸で作る方が多いので、必ずキラキラの毛糸はいつでも置いているんですけれども、それ以外の毛糸の種類がいつも本当に少なくて、あんまり普段買いたい毛糸がなかったんですけれども、冬になって寒くなってきたので、こういったあのウォーマーを編む人が増えるせいか、結構最近は毛糸の種類も豊富で可愛いものがたくさん置いてあったような気がします。いつもあの毛糸はどういったものを使っていますかという質問をコメント欄にいただくことが時々あるんですけれども、なかなか私が韓国に住んでいて日本に住んでいる方と同じ毛糸を準備できないことが多いので、まあ、質問をいただいてもなかなか期待に添えるようなお返事が返せなくて、ちょっとそれが心苦しいところではあるんですけれども、まあ、日本にも、ね、似ているような毛糸がたくさん売っていますので、まあ、なるべく似たような毛糸を見つけていただいて編んでいただければと思っています。ちなみにこのケークヤーンはダイソーさんで売ってるのかどうかちょっとよくわからないんですけれども、セリアさんで似たようなケークヤーンが売っているという
の話を聞いたことがありますので、そちらもぜひ参考になさってみてください。今回は韓国のダイソーで購入した毛糸のご紹介でした。